三遠労働協会労働講座の時間です。今日は定年制をテーマとして取り上げてみました。なぜ今定年制なのかということですが、これはもうニュース等でお聞きになっているかもしれませんが、今年の4月1日からどうやら定年制が制度と少し変わるようだということを聞いていると思います。もう少し詳しく言いますと、65歳までの雇用が義務化されるというようなことでいろいろ話題になっていると思います。そこでこの問題について、少し詳しく調べてみようというのが今回のテーマです。でまず定年について、歴史的なことというと大げさですが、今まで定年制というのはどんな経緯を経て現在に至っているかということを見てみたいと思うんですが、昔は定年制について国といいますか法律は何も言っていませんでした。ですから定年をどうするかということは会社の自由であったわけですが、これが、昭和41年ですか、事の発端は41年ということですが、何があったかといいますと、日産自動車女子若年定年制事件というのが事件がありました。日産自動車女子 若年定年制事件、この日産自動車について、ある程度の年齢の方はご存知かと思いますが、昔はプリンス自動車という自動車会社がありました。スカイラインとかグロリアというのはプリンス自動車が作っておりました。そして日産自動車は、ご存知だと思いますが、これが1966年昭和41年にプリンス自動車を日産自動車が吸収した合併したわけです。で日産プリンスというふうになったんですが、この当時、日産自動車の方は、男子55歳定年、定年は男子は55歳、そして女子は50歳、5年開きがあったわけです。これは日産自動車の方はそうであった。そして吸収合併された方のプリンス自動車は、男女とも55歳という定年制であって、この両社が合併しましたから、プリンス自動車では55歳定年、55歳以下であれば女子も定年にはなっていないんですが、これが合併したためにおかしなことになったわけです。そしてその時点では特に問題なかったんですが、その合併時点で、47歳であった女性が合併して3年後に50歳になった。で日産自動車の就業規則では女子は50歳ですからあなたは定年ですよと言われた。しかしプリンス自動車の当時は55歳であった。ここで揉め事が起きたわけですが、最終的には56年の3月に最高裁が判決を出しました。どういうことかと言いますと、やはり男女によってこの性別を理由として定年の年齢が異なるというのは民法90条の公序良俗に反するということで、男女別定年制はよろしくないという判決が出たわけです。で、この時はあくまでこの民法の公序良俗という、規定に基づいて男女別定年、もちろん他の理由なら話は変わりますが、とにかく男子である女子であるというこの性別をもって、定年制が違うというのはおかしいという最高裁の判決が出たわけです。この事件を日産自動車女子若年定年制事件というそうですが、この時に定年というものがいろいろ大きな話題になったと思うんですが、しかし、これはあくまで男女の性別による差別というふうに、捉えられて、民法による公序良俗のこの規定に違反するということになったわけです。で、労働基準法とかその他労働関係の法律ではその時点は何も言っていなかったわけです。で、その当時はまだ定年制が何歳であっても別に構わないわけで、
この場合はたまたま男女で年齢が違ったからおかしなことになったんですが、じゃあ年齢が同じ、年齢男女別の差別がないんであれば何歳でもよかったわけです。これが少し事情が変わってきたのが、昭和46年なんですが、まあ、この時に、新しい法律ができまして、どんな法律かと言いますと、高年齢者等の雇用の安定等に関する特別処置法という法律ができまして、まだこの時点は年齢について何も言っていませんが、まあ、高齢者が、失業しないようなことをいろいろ定めていったわけですが、これがさらに進んでまいりまして、昭和61年、この時に先ほどの法律が少し変わりました。名前も変わったんです。先ほどの法律は高年齢者等の雇用の安定等に関する特別処置法、特別処置法という法律だったんですが、昭和61年には高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、雇用失礼しました、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律という名前に変わりました。特別処置法がただ法律ということになったわけですが、この時にどんなことがメインに決められたかといいますと、事業主はその雇用する労働者の定めをする場合には当該定年が60歳を下回らないように勤めるものとする。もう一度言いますと、事業主はその雇用する労働者の定めをする場合には当該定年が60歳を下回らないように勤めるものとするということになったんです。で、この時点では60歳という具体的な数字、年齢が出てはきましたけども、この60歳を下回らないように勤めるものとするということで、よく言われる努力義務という規定で、必ずしも強制ではなかった、まあ、努力してくださいということになったんです。で、余談になりますが、この努力義務というのは条文ではだいたい勤めなければならないとか、勤めるものとするとか、まあ、勤めるという言葉が使われています。で、この場合は当然その勤める義務はあります。しかし一生懸命努力したけどもできなかったということであれば、特別に咎められることはないわけです。まあ、この関係で中には、あれは努力義務で強制じゃないんだから守らなくてもいいんだ、やらなくてもいいんだというような考えの人も多数いるように聞きますが、たとえ努力義務であっても、努力しないでいて何か問題が起こった時に、言われるのはどんな努力をしたんだということです。しかし何も努力していないと、こういう努力をしたんだというふうに反論することができません。そうなれば努力もしないで主張するのはおかしいというようなことでですね、やはり不利益になることはありますから、努力義務といったら何もしなくてもいいんじゃなくて、やっぱり努力はしなければいけないと思います。しかしいずれにしろ強制ではなく努力義務であった。ただここで画期的だったのは、60歳を下回ることは、認められないということで、60歳という具体的な数字が出てきたわけです。そしてさらに、平成10年の4月に、事業主はその雇用する労働者の定めをする場合には当該定年が60歳を下回ることはできない、60歳を下回ることはできないということに変わりました。ここで努力義務ではなくなった、まあ、努力してもできない場合はしょうがないんじゃなくて、もう、そういうふうにしなければならない、60歳を下回ることができないということになった。これが、平成6年の法律改正です。で、この時から、定年制は60歳以上でなければならないということになったわけです。しかしそこまで60歳であれば何も文句はなかったんですが、さらに時代が進みまして、この法律が、できたのは16年6月、平成16年6月なんですが、実際にそれが、
施行されたのは18年4月ですから、まあ18年4月と思ってください。平成18年4月からは、一応65歳定年という規定が出てきたわけです。平成18年4月から65歳定年という規定が出てきたわけです。どんなことかということを詳しく言いますと、次の3つの中から選びなさいと、3つの中から選びなさいと、クイズじゃありませんが、3つの命題が出て、そのうちのどれかをやらなければいけないということになったんです。その3つのうちの1つというのは、もう定年をなくしてしまいなさい、もう定年制というものをそもそもなくしてしまえば定年退職ということはありませんから、問題はない。で、定年制をなくしてしまうか、これが1つ目で、2つ目は定年制を65歳以上にすると。定年を65歳以上、今60であればこれを65歳以上ということに就業規則を変えなさいと、これが2つ目で、3つ目、これが一番多く使われているものなんですが、高年齢者雇用確保措置といいまして、定年をなくすとか定年を65歳に以上にするとか、まあそこまではしなくてもいいけども、一定の条件をつけて65まで雇用を続けるという決まりを会社の中に作りなさいという規定なんです。この3つのどれかをやらないと法律に違反することになったわけですが、まあ定年制そのものをやめてしまうとか、定年制を65歳以上、定年年齢を65歳以上にする、これは分かりやすい。3つ目はなかなかよく分かんないと思いますが、簡単に言ってしまうと、まず定年は60歳でいいんだと。しかし60歳になった人をどうするかといったときに、60歳になった人をこのふるいにかけて、残った人は使ってくださいと。ただ定年は60でいいですから、定年は定年でいいんです。定年で一旦退職して再雇用するとか、あるいは社内の手続き的な問題ですけども、継続に雇用するけども、今までとは違う正社員じゃなくてパートとか嘱託とかいう形になるにしても、60歳過ぎても雇用を続けるという、雇用継続をしなければいけない。ただこの時に、定年年齢60になった人を選別する、ちょっと言葉が悪いんですが、選別する、ふるいにかけると。ふるいにかけて、そのふるいで残った人はそういうふうにしなければいけないけども、このふるいの目から抜け落ちてしまった人はもう定年でやめてしまってもいいということになったわけです。で、問題はこのふるいなんですが、あのふるいというと古い人は知っているでしょうが、若い人は知らないかもしれない。まあ、簡単に言いますと、丸いのが多いんですが、こう丸い箱のようなものの下が網になって、で、物を入れてこう振りますと、大きなものは、網の目よりも大きいものは残るし、小さいものは下へ落ちてしまう。こうやっていろいろ選別をするんですが、これを、まあ、古いというものです。で、古いにかける。で、問題はこのふるいをどんなふうに作るかなんですが、この網の目が小さければかなりのものが残りますが、網の目が大きければ相当大きくても抜けて落ちてしまうわけです。で、このふるいの網の大きさとか網の目の形、これは、会社が勝手に作ったんではいけない。で、じゃあどうやって作るか、これは労働者の方とは相談をして話し合って、そのふるいの目の大きさとか形を決めないといけないということになったわけです。ですから固い言葉で言うと、労働者と話し合って、で、その代表の人と書面による協定をして、例えばこういう条件を満たした人は定年になっても何らかの形で使ってもらえるんだと。で、この条件に当てはまらない人はもう60歳で定年で辞めてもらうのも仕方ないという
ような、継続雇用の制度を作りなさいと、これでもいいんだと。そうすれば、60歳になっても、まあ、このふるいの目から5割落ちた人は、まあ、会社を去ることになる。これも致し方ないということです。で、まあ、ポイントはこのふるいの目の大きさ形は会社が勝手に作ったんではいけないと、労働者と話し合ってそこで話し合いが成立して、それで初めて協定が成立するんですが、この協定も口約束ではいけないと、紙に書いて具体的なことをで、この通りやりましょうということで、会社と労働者の代表がお互いに判をして、要するに書面による協定をした場合にはそういう取り扱いもいいですよ。ですから先ほど申し上げた3つのうち、定年制をそもそもやめてしまうか、あるいは定年現在60を65歳以上に引き上げるか、そして今最後に言った雇用継続制度を導入するかということですが、まあ多くの会社が想像できる通り3番目の方法を使ってきたわけです。で、この方法なんですが、ここにちょっと書いてみましたけども、先ほど一口に65歳までということを言いましたが、ただそれも一度に65歳でなくてもいいんだと、ここにあります。一番上、平成19年3月31日までは62歳まででいいと、定年制にしても62歳でいいと。それから2年刻みになってますね。22年3月31日は63歳まで、これは定年をそこに持っていってもいいし、先ほどの継続雇用ということでふるいにかけるのもこの63歳まででいい。これを過ぎたら別にふるいにかけなくてもで、やめてもらってもいいと。で、これ前の人はたとえ60歳の定年の時に60歳になったとしても少なくともふるいにはかけなきゃいけませんよということです。まあ、言い忘れましたが、もちろんこの希望があった場合です。本人が60の定年で辞めたいという人はもう問題ないんです。まだ勤めたいという希望のある人についての話になります。で、続きに25年3月31日、64歳まで雇用を続けてください。そして25年4月1日もうすぐですね、は65歳までが雇用を続けてください。あるいは先のふるいにかけるという制度を設けないなら定年を65にしてくださいということになったんです。それが今現在、ちなみに今日は平成25年2月16日ですので、まだ4月になってませんから今はこういう状態なんです。で、これが現時点のものですが、ここでこの4月1日から何が変わるかと言いますと、今申し上げたように、平成18年4月以後は定年についてこの3つの中から1つを選べということで、何度も言いますが定年制をやめるか、65歳以上の定年にするか、もう1つ最後にはこのふるいにかけるという制度、この3つのどれかでいいということだったんですが、この4月1日からはこのふるいにかけるという制度は廃止になるんです。ですから希望しない人は別ですが、希望しさえすれば、65歳までは、本人が希望した限りは雇用を続けなければいけない、まあ、正社員で続けるということであればこれは65歳定年とか、あるいは定年がないということになりますけども、例えば現在が60歳定年であればそれはそれでもいいけども、60歳になった人をふるいにかけちゃいけない、本人がまだ働きたいと言ったら何らかの形で雇い続けるか、再雇用って一旦は辞めますけど、明日あるいは明後日からもう一遍採用するということでもいいんですが、この雇用を継続するということをしなければならない。いずれにしろ、まあ言い方は悪いですが、出来の悪い社員でも本人が希望したら65歳まで、雇用しなければいけない。同様ですが、定年を65歳にせよというわけでは必ずしもないんです。先ほどの3つ、定年制をやめてしまうか、65歳以上の定年にするか、そして3つ目の非常に便利な制度、
これは3月31日、今年の3月31日で廃止ですから、とにかくどんな出来の悪い人でも本人が希望したら65歳まで雇い続けなければいけない、あるいは一旦もう定年で辞めてもらってもいいけど、もうすぐにまた再雇用するという形で、とにかく雇用を続けなければいけないということになったわけです。ではこのことを一度紙を見ながら復習をしてみたいと思います。今年の4月1日からは、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止と、まあ、私が今申し上げたふるいにかけるというあの制度はもう廃止だということですね。これ大きなところです。どんな出来の悪い人でも希望したら雇用を続ける必要が出てきたわけです。だから次に継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大ということで、まあ、再雇用するにしても勤務延長するにしても、自分の会社だけでなくてもいいんだと、少し範囲が広がりまして、まあ、子会社で面倒を見てもらうとか、あるいは関連会社で定年後は面倒を見てもらうと、これでもいいですよということなんですね。でまあ、一般的に子会社といえば、議決権が 50% 以上を親会社が持っているようなのを子会社と言います。それで関連会社というと議決権を 20% 以上程度親会社が持っている会社を、関連会社と、まあ、とりあえず言うことにしまして、で、必ずしも自分の会社で定年になった人を何らかの形で雇用しなくても子会社とか関連会社で引き受けてもらうということでもいい。ただこの時に、まあ、話をしとくからお前あっち行ってみろではなくて、もう同じように65歳まで雇ってもらえるような確約をしての、その上で子会社あるいは関連会社で、面倒を見てもらうという形でもいいですよということになりました。それから次に義務違反の企業に対する公表規定の導入ということで、この法律を守らなかった会社に対してどうするかということですが、ここでは、こういう法律を守らなかった場合には、企業名を公表する、まあ、官報とかおそらく厚生労働省のホームページとかそういうんで、ここの会社はそういう法律を守っておらん、違反しているということで名前を公表するぞというようなことが決められたわけです。まあ、こちらは国の方がやることですのであまり触れないわけです。1枚めくりましたが、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止ということで、先ほど申し上げましたふるいはもう使っちゃいけませんよということですね。これが平成25年4月1日から廃止になるということです。それから、必ずしも自分とこの会社だけでなくて、子会社とか関連会社で引き受けてもらうという形でもいい。ただこの場合はちゃんと雇用が保障されるような確約がないとダメですけども、必ずしも自分とこの会社、今までいた会社で、継続雇用しなくても子会社や関連会社にやってもらってもいいという、これも今回の改正です。ではなぜ今このようなことになってしまったのか、なったのかということを考えてみたいと思いますが、先ほど申し上げましたようにもう平成18年からもうこのような流れで65歳というところはもう視野に入っていたわけですが、まあ、たまたまふるいにかけるという制度が利用できただけのことであって、これが今回できなくなる、まあ、言い換えれば今回25年の改正も
平成18年の頃はもう十分視野に入っていたということが言えますが、なぜこのようなことになるのかというと、まあ大体お気づきのことだと思いますが、年金の支給開始年齢との関係なんです。まあ定年になっても年金もらえない人が出てくるんで、これは何とかしなければということで今回改正されるわけですが、その辺をもう少し詳しく今から見てまいりたいと思います。では現在の年金制度がどんな風になっているかということをちょっと見てみたいと思いますが、ここにありますように年齢によっていつからもらえるかというのが違ってくるということです。で、昔は厚生年金といえば厚生年金一つで、60歳になれば、厚生年金の老齢年金というのがもらえたんですが、昭和61年でしたか、基礎年金制度というのができて、この時に昔の厚生年金は、基礎年金と厚生年金と2つに分かれたわけですが、まあ、そうした中で、少なくとも平成16年の4月1日以前の生まれの人はもう60歳から年金が全てもらえたわけです。で、現在の仕組みとすれば、今申し上げましたけども、厚生年金もらう場合には老齢厚生年金というのと老齢基礎年金と2つに分かれているわけです。昔はこんな区別ありませんでした。だからこれが、厚生年金の老齢年金ということでしたが、これが今では2つに分かれて老齢厚生年金と老齢基礎年金というふうになっているわけです。で、16年4月1日以前の生まれの人は、もう60歳からこの老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに両方もらえるということになって、実際に16年4月1日以前の生まれの人はもう60歳から両方とも年金をもらっているわけです。で、少し前提を言うのが遅れましたけど、現在もうすでに、厚生年金というのは、老齢基礎年金にしろ老齢厚生年金にしろ、本来は今の法律ですよ、今の法律でさえも65歳からの支給開始ということに法律は決まっているんです。65歳にならないと老齢厚生年金も老齢基礎年金ももらえないというのが現在の規定なんですが、昔は60歳からもらえた。そうするとこの法律が変わってもらえる年齢が変わった時に、もう来年60歳になって私は年金もらえるよと思ってた人が急に65歳になってまた5年待てということになれば、これはパニックになりますし、あと3年後に年金もらえるということで楽しみにしてた人が、いきなり65に伸ばされれば8年後になってしまう。これも大変なことになります。で、実際そんなことをいきなりやったらパニックが起きますから、あくまで厚生年金、老齢厚生年金も老齢基礎年金も支給開始は65歳ですよということで法律決まってるんですが、今申し上げたように、もうじき年金もらえそうだと思ってた人、法律が改正された時にもう60近かった人についてはいきなり65にはできませんから、段階的に少しずつ、遅らせていこうということで、16年4月1日生まれの人はもう目の前に年金もらう年が来てて、もうすぐもらえると思ってていきなり65じゃいけませんから、もう従来通り60歳から払いますよということになってるんですが、しかしあくまで法律では老齢厚生年金、老齢基礎年金は65歳だということに決まってますから、この部分はこいつを支給することはできないんで、まあ中身は似たようなもんですけども、この部分、まあ、黄色で塗った部分は、特別支給の老齢厚生年金という名前をつけて区別しているわけです。で、65になると余分な名前のつかない老齢厚生年金なんですが、65歳前は特別支給の老齢厚生年金という形になります。同じように基礎年金についても老齢基礎年金は65歳からしかもらえません。
64歳、3歳したらもらったらおかしいんですだけどさっき言った絡みで何らかのものを払わなきゃならないということで払うことにしたんでこの部分はここと区別して特別支給の老齢基礎年金というような、呼び方をして、まあ、中身は似たようなものですが60歳から支給をしているというのが今の仕組みですそれで法律が変わった時にもう来年もらえるじゃなくてもうちょっと先だけどもうじきもらえるというような例えば16年4月2日から18年4月1日生まれの人この人は、老齢厚生年金相当のものは60歳から支給しますと老齢厚生年金相当のものは60歳から支給しますただ老齢基礎年金老齢基礎年金に相当するものはちょっと1年遅らせますよということで61歳からもらえるという形になったんですあそれともう一つ前提言い忘れましたがこれはあくまで男子の場合の支給開始年齢ですでこっちに女子があります女子はもっと早くからもらえるんですが、今回は年金口座じゃなくて定年の口座ですので、関連するから厚生年金を持ち出したんですがこの定年の関係で厚生年金の支給年齢開始年齢と比べていく場合は、男子の方の基準でやりますので、女子の方はとりあえず関係ないと言いますか分かりづらくなるのでこっちの横の方に書いて小さい字で、まあ、なるべく見えないようにしてありますで年金の口座として見るならこれ同じ大きさで女子は例えばここ昭和16年4月1日って書いてありますがこっちは昭和21年4月1日ということでだいぶ有利になっておりますということであくまでこれは男子の支給開始年齢を基準に定年の方は考えているというふうに思ってくださいで女子であっても男子の方を適用していきますでもう一つ財産があると18年4月2日から20年4月1日の人は同じように、老齢厚生年金相当は60からもらえるけど老齢基礎年金相当は62歳からで2年刻みで下がっていきますそれで、黄色い部分老齢厚生年金はずっと同じように60歳からもらえますが老齢基礎年金の相当部分は22年4月2日から24年4月1日は64歳、そして24年4月2日以後24年4月2日以後、28年4月1日生まれの人は老齢厚生年金は同じように60歳からもらえるけども老齢基礎年金相当部分は支給されません出ませんよとで65になってやる初めて本来の法律通りの本来の老齢基礎年金がもらえるようになるこの時点で両方とももらえるようになるわけですでこれさらにこの下まで行くんですがこの下だと見えませんのでページをめくりますでここの行は次に一番上へ行きますで今一番下にありましたのが1枚めくって24年4月2日から28年4月1日生まれの人は老齢厚生年金は60歳からもらえるけども老齢基礎年金相当は65歳からですよということでここでもう一度定年の方に振り返ってみますと、ここまでの人はまあいずれにしろ老齢厚生年金相当のものは60歳からもらえるだからこの60歳で定年になって古いから振り落とされて会社に残れなくなったとしても一応この老齢厚生年金相当のものはもらえるからまあかろうじて生活はできるんじゃないかということで、古いにかけるのもやむなしという取り扱いで今まで来たんですが問題はこの28年4月2日生まれ以後の人で28年4月2日生まれ28年4月2日生まれ何が意味があるのかということを思いますけどもなぜ今年の4月から法律が
扱いが変わるのかといいますと、この28年4月2日生まれというよりも28年生まれの人、昭和28年生まれの人が、今年60歳になるわけなんです。今年60歳になるんです。で、今まではまあこういう若い人もいても定年には関係なかったからいいんですが、いよいよ、28年前の人が60歳になる年にを迎えたということなんですね。今年60になるんです。で、60になって28年4月2日以後の生まれの人は60歳になっても老齢厚生年金相当をもらえなくなっちゃう。基礎年金当然もらえませんから何にももらえなくなっちゃう。しかし60になったから、先ほどのこのふるいにかけて落とされたとしますと、会社辞めなきゃならない。会社を辞めても老齢厚生年金、年金もない。じゃあ生活どうするんだということで、今年の4月というものは大きな節目の年であって、でここで取り扱いが変わるんです。で、まあ簡単に言えば、今まで通りここでふるいにかけてたら、ふるいに残った人はまだいいけども、ふるいから落とされた人はどうなっちゃうんだということで、まあ、ここでふるいにかけることはもう廃止ですよということになったというか、なるわけです。何ももらえませんから。だからここでふるいにかけるのは廃止になっても、この28年4月2日以後の生まれの人、61になった時は老齢基礎年金、老齢厚生年金相当がもらえるから、ここになったらどうするんだということですが、まあこの際ふるいは廃止にしたんだから、本当ならここでふるいにかけてもいいような気がしますよね。これはもらえるんだから。だけども規定とすれば、もうふるいは捨てちゃいなさいと、ふるい使っちゃいけませんということになりましたから、本人が希望すれば65歳まで雇用を続けるということになるんですが、まあそんなことばっかりも言っておれないということで、一つちょっと余談になりますが、去年の10月にですね、聞いたことありますかね、日本生産性本部というところが調査をやったわけです。まあここは毎年1回何らかの調査をやってますが、この天然に関する、この取り扱いに関する調査をやったんですが、これは全上場企業を対象に調査をやったら、やっぱりこの古いっていうのは必要だと答えた会社が、95.7%、まあ、ほとんどの会社がこの古いを使っちゃいかんというのはそれはひどいぞと、これはやっぱり必要なんだということをアンケートの調査では上場企業の 95.7% が言っている。そしてもしこの古いをどうしても使っちゃいかんということになったらどうなるんだというと、それはもう新卒の、大学とか高校出た新卒の採用を少し抑えるしかない、やめてもらえねえんだから人件費がかかるんで、ということで、新卒の採用を、少し控えなきゃならないと答えた会社が、32.1% あった。同じように、まあ、ふるいにかけちゃいかんからまた使ってやらないかんわけだけども、まあ、その時にその賃金をもっと下げるしかないというふうに答えたところが 28.6%。それから若い人も含めて全体の給料の水準を下げないと、本来ならふるいから抜け落ちていく人もそのまま雇用を続けなきゃならないということ、人件費がなくなるから、もう全社員の賃金水準を下げるしかないというふうに答えているというようなアンケート結果もあるんです。で、まあそういうこともあってかどうかは分かりませんが、ふるいを使ってはいけないと、ふるいはもう今年の3月31日で廃止ですよということにはなったけれども、例外処置として今年の3月31日までにふるいを使っていた会社は当分の間はふるいを使ってもいいですよという、
まあ、経過処置というのはがあります。でもう一度繰り返しますが、今年の3月31日までの間にもうふるいをすでに使っていた会社はこの後もふるいを当分の間使ってもいいですよということになりました。ここがポイントなんです。言い換えれば多少のズレがありますから、あの 100% ではありませんが、まあ、大雑把に言えば、これまた下げてしまいましたね。もう一遍出します。ここの黄色い部分ですね、老齢厚生年金相当分になった場合はふるいを使ってもいいですよということで、例えば4月2日以後の生まれの人、60歳になって定年になってふるい使って落ちちゃうかもしれない。だからここの何も年金もらえない人はふるいにかけちゃいけません。だけどここの来年になった時には老齢厚生年金相当もらえるんだから、この時はふるいかけてもいいですよと。それからもうちょっと2年若い人、62歳まではふるいかけちゃいかん、まあ、定年になるのはいいんですよ、定年になるのはいいんだけども、再雇用あるいは継続雇用するについてふるいかけちゃいかんけど、63になった時はふるいにかけてもいいですよと。これが経過処置で、この経過処置例外を使うのは、今年の3月31日までの間にふるいを使っていた会社しかダメですから、ここになって新たにふるいを作ろうと思ってもこれはダメです。ここは注意点です。で今大体大雑把に申し上げましたんで、少し誤差はありますが、まあ、細かいこと言うと余計分かりにくくなりますので、言いませんが、まあ、大雑把に特別支給の老齢厚生年金、厚生年金、老齢厚生年金相当がもらえるようになったらふるいを使ってもいいですよと、当分の間ということです。まあこのような経過で今年の4月1日から、65歳定年あるいは65歳まで雇用を継続するということが義務化されたということになります。このように少しずつ支給開始が遅れてきまして、最終的には昭和36年4月2日以後の生まれの人は、老齢厚生年金、老齢基礎年金、本来の原則通り65になるまでは何ももらえないということになるわけです。まあ、これから後の人はずっとそういうことですが、65にならないと年金というものは全く何ももらえない。もちろんあの障害とか遺族年金ってこれは別ですが、老齢による年金というものはもらえなくなるということです。でいずれにしましても、25年4月1日65歳、ここまでは何らかの形で雇用を継続してくださいと、会社から追い出さないでくださいということですが、先ほど申し上げました3点セットのうちの1つ、65歳に定年を年齢を引き上げる、もちろん65歳以上に引き上げる、あるいは定年制を廃止する、まあ、これが一番分かりやすい方法だとは思うんですが、この場合に一つ気をつけていただきたいのは、現在定年が60歳だと、で、まあ、うちは65歳に定年を引き上げてしまおうということであれば非常に簡単なんですが、その場合の問題点としては、例えば60歳になって定年で辞めたい人もいるわけです。私はもう60歳の定年になったら退職金もらって、悠々自適の生活をしようとか、その退職金を元手に第二の人生、新しい商売を始めようとか、そういうことを考えている人もいるかもしれません。ですから単純に定年を65まで引き上げてしまった場合には、そこに何らかの処置を講じないと、今のような60歳で辞めようと思ってた人が辞めれなくなると、もし辞めればこれ定年退職でなくて自己都合退職になって、退職金の支給率も低くなってしまうと、まあ、このようなことも
生じ得ますので、この辺に対しても何らかの処置をする必要があるかと思います。以上、ざっと大雑把に申し上げてきましたけども、なぜ今年の4月1日に定年制度に大きな変化があるのかということは、今申し上げた通りお分かりになったと思います。年金の支給開始年齢との関係です。で、今申し上げた中は大雑把に話していますので、細かいところを見ると多少ずれていたりおかしいじゃないかというところもありますが、大雑把にはこういうことだということで、細かいところいろいろ、知りたい方は、例えば、三遠労働協会併設のテレビ三遠の方、土曜日の午前中は比較的いろんな人が来て、いろんな議論とか雑談をしますので、もうこういう時に来ていただくと、そういった話の中でまた細かい説明ができるかもしれません。今回の講座は以上で終了いたします。